はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。三国志 13BK 続きをやっていきましょう。前回ですね、呂布でプレイをして勝敗の戦いで曹操に敗れた呂布なんですが、今はですね一個引いて勝て、こちらでまあその曹操の大軍を迎え撃つ準備を進めなきゃいけない、まあ、そういったところになってます。で、勝敗を攻めた曹操軍なんですが、まだこんだけの戦力が残ってます。まあ合わせて約10万、まだ10万近く残ってますね。一方ですね、呂布の方は家庭のところに9000、まあ、これが主力になっていて、高陵の3000、ここも奪われるんじゃないかと。演術軍にあるいは孫策軍に攻められるという状況でかなり厳しいです。なのでまずは何はともあれ何としても守り抜く、まあ、そっからになるかなと思いますね。ごめんなさい、可否ですね、勝手じゃなくて可否で、可否に関して言うと、もう少し兵力の回復をしなきゃいけないですが、将兵、要はあの傷ついた兵が少し残っている、1万7000残っているので、まあ、これの回復を待つしかないかな。訓練をしてちょっとでも敵を迎え撃つ準備を進めましょう。やるか。で、お任せあれ。まあ、いつ曹操軍がこの可否に攻め込んでくるかわからないですからね。で、他の自分の都市でいうと、まあ炎章がやっぱり大きいですね。曹操も怖い。牢屋がね、5000しか兵がいないんですよね、今。となると、やっぱり可否の9000。この9000でなんとか迎え撃つしかないな。まあ、炎章と曹操がぶつかってくれるっていうのがね、一番求めているところではあるんですが、牢屋の戦力も回復してきてるな。問題は高陵だな。まあまあだな。朝鮮は殺されたのか。朝鮮ちゃん、曹操は敵ですね。朝鮮を殺しやがって。うわー、朝鮮殺されたか。テンションすげー下がるな。で、高陵はどうしようかな。3万の軍勢に攻められてるんで、ちょっとここは高陵を見捨てるしかないのか。援軍がどんくらい来るかだね。あとはさらに孫権軍9000が増援か。危険だな。いや、こっからもさらに増援が出てきてもおかしくないからな。今孫策ってどうなってんだ。盧公建業5、さらに余将に建安。いやー、
孫作もだいぶ勢力でかくしてきてるな。これまともに孫作とぶつかっても勝ち目はないぞ。かといって勝敗でさらに動員かけてるな。どこに動員する気なんだ。1番線少なくても回避ではないな。いよいよ孫策と袁紹がぶつかるのか。これはだとすればこちらにもまだチャンスはあるぞ。でもそのためにはやっぱどう考えても考慮を疾患するのを座してみるしかないのか。ちょっとここは一か八か。高陵の防衛戦に出陣していきましょう。者ども、両方戦の出陣だ。高陵が持たないかな。これだともう半分削られてるね。だったらあえて呪春を狙いましょう。炎術の本拠地。進め。もう高陵の疾患はやむを得ない。さらにあれか、孫策軍と敵に寝返った者がおります。炎術軍が戦ってるね。呂布の力を見せてやる。やるか。天下無双の師、呂鳳仙、これにあり。かしこまった。おいとを頂戴いたす。かしこまりました。
援軍は敵の本陣を目指しましょう。かしこまりました。かしこまった。者ども、我が指揮に従え。行くぞ、関と。両夫は弓じゃなくて牙にしとけばよかったかな。渾身の一撃、受けてみよう。者ども、我が指揮に従え。超文猿、押し通る。よし、長領は敵の本陣目指しましょう。お任せあれ。者ども、我が指揮に従え。愚策を食いよ、まかれ。あは、者ども、我が指揮に従え。ここで炎術を打ち果たすというのも手だよな。ここは天下無双を使っていきましょう。進め。両方戦を恐れよ。ここまでか。者ども、読みが甘かったか。このまま炎術の本陣本拠をつきましょう。朝鮮ちゃんが死んじゃったからな。呪春の戦力が回復する前に呪春を攻めましょう。曹操軍が、敵軍が我が領内に向け、いやー、やってくれるね。くそー、帰るしかないな。進め。敵に寝返った者がおります。牢屋は絶対落とされたくない。厳しいな。どうする？牢屋も疾患するな。光陵の戦いはどうなってる？光陵は孫策軍が完全に制圧したな。さらに孫策軍は炎術を攻める構えか。で、牢屋は疾患やむなし。可否を守る方に舵を切った方がいいな。光順はできれば可否まで戻ってきてほしい。まさかとは思うけど、孫策軍も可否に来ないだろうな。いやー、これ孫策の大、曹操の大軍半端ないな。何十万っていう軍勢になってんじゃないか、全部合わせると。
そのうち半分ぐらいが来てますよね。曹操も自ら出てきてるし。我が部、ご覧に入れましょう。これはこの可否で敵を迎え撃つしかないけど。明暗がある。どうしようかな。味方を見ると弓がやっぱり多いんで、ただね、ここまでたどり着けるかって話もあるんだよな。となれば、騎馬隊で長領をうまく配置する方が得策かな。そしたらまず長領を お任せあれ。で、あとは呂布をどこに配置するかだな。行くぞ、関東。城門を突破されるまではなんとかこらえたいけど、これどう見ても敵の工場兵器かな。かしこまりました。かしこまりました。いや、この回避って防御力がかなり低そうだな。で、このあと曹操の大軍が続々と攻め寄せてくるわけだよね。うわ、来た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 、半端ない数が来てるな。総勢どうだ、3万から4万ぐらいの大軍。いや違う、上に出てる6万5000だ。お前ら一気に片付けんぞ。かしこまった。さあどうするか。まずは我が娘がどうだ、ちょっと離れすぎてるんで
近づけましょう。承知しました。戦術が発動しないかな。我が策、とくと味わえ。まずは呂布で無双を発動しておきましょう。呂布戦を恐れよ。靴は必要ないな。となるとあとは長領がこれはやられるな。お任せあれ。厳しい戦いになるな。この可否の戦いも。で、曹操軍に城内に侵入されたんで、ここから何とか本陣に戻る必要があるな。まずいな、長領がやられるぞ。応援とかも強すぎるからな。くそまずいな。両方戦を恐れよ。さあ本陣を固くするしかないね。厳しいな、非常に厳しい。
これまでですか。者ども、我が式に従え。皆の者、今こそ力を示すのです。徹底的に陣を破壊しにかかってきやがったな。両方戦を恐れよ。ほら、おのどけ。こうなったら敵の一人でも多く道連れにしてくれる。もう呂布だけか。残ってるのは陳頭も、もう撃たれるな。無策を食いよ、泣かれ。牢屋が曹操に奪われたか。者ども、我が式に従え。だがどうだ、これを。この大軍に囲まれてもまだこの呂布の兵の減り方の鈍さときたら頼もしいな。両方戦を恐れよ。これで援軍がいればな。者ども、我が式に従え。この呂布の恐ろしさを存分に味合わせてやることができたんだが、これではもうどうしようもないね。さすがにもう一回無双を打てるかな。撃てる。ピヨってるな。行くぞ。お前ら一気に片付けんぞ。両方戦を恐れよ。いやー、敵の一人でも打ち取りたかったけど無理だったか。足を引っ張り寄って。いや、可否に入ったはいいけどさ、どうすんのよ、この敵の大軍相手に。両方戦が貴様のような。ギャー、呂布が曹操で初段か。ここまでか。難しいな、やっぱ久しぶりの三国志13。というわけでちょっとかなりね不甲斐ない結果になってしまったんですが、ちょっと次はですねリベンジシナリオということで、どうしようかな。ダウンロードシナリオとかね、ちょっとそのあたりをやるか、英傑伝でね一から勉強し直すか検討してプレイの方やっていきたいと思います。というわけで今回ちょっと不甲斐ない結果になってしまったんですが、呂布物語、呂布が初段されてしまったのでここで終わりにしていきたいと思います。最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。